ました。初めてなので楽しみですね。レイちゃんママチャンネル。すごいね。恐竜展。翔くん恐竜の骨見てもつまんないね。そう、こういう風に埋まってるんだよ。掘り起こすの、化石を。ね、何が見えるの？何見える？あ、なんか見えるね。トリケラトプスのエリアだわ。すごいね。来たよ、レーダー、ほら。うわ、怖い。これヘッドプリントだね、トラピカルです。これが足跡？でっかいね。うん、恐竜だね。レーダー、手乗せてみて。わー、レナの手の10倍くらい。本当だね。お腹空いたのでカフェ来ました。しょうくん、お腹空いた？え、お腹空いたってしょうが言ったんだよ。お腹空いたの？うん、なんか食べようね、じゃあね。うん、マジない、マジない。何ね、なんかご飯買いに行くのに並んでくれてるよ。カフェめちゃくちゃ混んでますね。ね、後ろの子たちちゃんとランチ持ってきてて偉いね。持ち込み良かったんだね。今度来るときお弁当持ってこようか、しょうくん。ね。しょうくん何食べたいの？パン。暑いから気をつけて。暑いよ。暑いよね。半分にしないとダメじゃん。ジュースこぼさないようにね、ゆっくりよ。ジュースに夢中になっちゃった。喉乾いてたね。お、あ、これ脱ぐ？ジャケット脱ぐ？美味しいですか、レイラさん。アボリジニの歴史とかですね、ここは。メルボルンの歴史ですね。これパスポートの表紙だね。あ、そうなの？ゴールドラッシュの時代だよ、これは。オルゴールがあるね。オルゴール美術館思い出すよね。そうそうそう、昔のお家なの。へえ、すごいね。あれ、ショー、はい、どうぞお座りください。いらっしゃいませ。ここ座って、翔くん。はい、じゃ今日のディナーはスープですよ。はい。お庭ですね。はい、なんだろうね。バケツなんだよ、昔のトイレ。昔のトイレバケツ。あ、本当だ。じゃあトイレしてください。外にさ、コンロあったんだね。火でやんなきゃいけない、ね、なんだろう、ここはパンチかな。こっちは何？ここリビングかな。あ、ベッドルームね。そうね、ベッドルームね。何なってんの、ここは。よくそれなんだろう、車。アイスクリーム屋さんじゃない、これ。レイラの好きな
アイスクリーム屋さんジュレなんですか。面白い。昔からあったのかな。1999年からって書いてあるね。まだ。ショック怖いねそれ。何？何これ？あ、アリさんだわ。アリさんだってショック。虫の世界だねこれは。はい、チャイルドなんちゃらエリアに来ました。ここはなんか時間制になっててブッキング取んないと入れないんですけども、3時のブッキングが取れたので来ました。ここ面白いね、鏡になってる。絵が見えるね。絵描きしてんの？ちょっとこれ撮るんだね。すごいね。はい、外のエリアに来ました。おお。暗いね。しじみがいるのかな。なんだろう。なにこれ、滝？滝になってんの？え？何がいいんだろうね。帰るいた？わかんない、見えないね。嫌いな人にしか見えないんじゃないの？これが苔。これが苔。苔ですね。あ、これ本物だよ。恐竜が出てくるいるのよね、どっかに。たまにうちに入ってくるやつ。食べて平気？かわいいね。怖いじゃない、かわいい、かわいい。かわいいじゃん。お土産屋さんを通り抜けて外に出ます。なにそれ、キーホルダーか。かわいいね。これなに、ただのペン。かわいい。フリーズドライドアイスクリームだって。宇宙に持ってく宇宙食かな。13ドルもするよ。はい、9ドル95ドルじゃなくて9ドル9。はい、あら、なにこれ。はい、あら、かわいいね、コアラのやつね。いいもの見つけちゃったの。かわいいね。あー、そうなの、かわいいね。すごくかわいい。あー、かわいいね、かわいいね。ちょっとレーダーのやつ見てこようか。さらにキーホルダーですね。スペシャルオファーで9ドル95だってよ。あ、 With every 30ドルスペンドって書いてあるから、30ドルスペンドすると9ドル95で買えるってことですね。レーちゃんは自分の小遣いで何か買って帰りたいと言ってますが、お小遣い10ドルしかないんですけれども、10ドル以下で買えるものがありません。それ欲しいけどね。15ドルするんだよねこれね。なに、あら、あら、いいの見つけちゃったね。あ、素敵なの見つけちゃったね。あららら、ら、大変。かわいいね。うん、かわいいね。
なんかいいのあった？あ、6ドル6ドルなら買えるね。何これ、化石？なんだろう。そうだね、今恐竜展やってるから恐竜のが欲しいよね。でもクォーツとかこれほら恐竜関係ないけど、これだったら6ドルとかで買えるよ。いいの？恐竜コーナー行こうよ。ほらこのマグネットとかは？で、こんなので7ドルもするよね。なんかないかね。鉛筆削りは鉛筆削り。で、こんなんで、まあ10ドルだよ。1000円。はい、エクシビジョンビルディングの方に来ました。ここは昔メルボルン万博やった時の建物だそうです。ここはインスタ映えのスポットなのでぜひ来てみてください。噴水もあります。